レオレオあピケあピケさあこれよあーはいどうもこんにちは、オチ TV のおもちゃです。ブラックです。ということで今回ですね、ウィニングレブン2020マスターリーグですね、こちらの方がですね一新されたらしいんでやっていこうかなと。ついにマスターリーグやる。マスターリーグはなんか今レジェンド監督とか使えるらしいんですけど、はい、まずはねこのクラブチームメンバーかマスターリーグオリジナルメンバーか、はい、どっちかというところで、前回ねあのマスターリーグのオリジナルメンバーでやったんで、ちょっと今回はクラブチームメンバーでね、はい、ちょっとやってみようかなと。バルセローナゴー。さあそして監督ですね、こんな感じでレジェンドがいっぱいいる。ジーコ、ジーコーいますね。それでしょ、うん、マラドーナですねやっぱり。いきましょう、バルセロナ今回のマスターリーグのシリーズ第1作目は、はい、マラドーナ監督がバルセロナ優勝させる、なるほどね、いうテーマでねちょっとやっていこうかなというふうに思う。これ服とかもなんかちょっと3種類ぐらいから選べて、試合中の服装どうしますか。興奮してると思うんで、はい、ワイシャツね、ワイシャツということで、まあ細かい設定ですけど、まあ、うん、ここら辺はね普通ですね。でスーパースターで、まあ、試合時間は8分。今回オリジナルメンバーじゃないし、ただねウィングレブン2020まだ発売されたばかりで そんなに触ってないというか、うん、スーパースターとかと始まったあんま試合してないからね、なかなか分かるの難しいと思う。あ、ここにはね、ちょっとこういうとこありますよ。腹がね。あ、そうなの？ちょっと。あ、かなり。あ、こんにちは！神と神の子！会ってね。イェイ！レオ。レオ。あ、ピケ。あ、ピケ。うん。ピケさん。まあね、ほんと、監督。ああ、そうですよ。おぉ。ちょっといい髪。ねえ、みたいな。あ、大丈夫？髪つかないでくれよ。大丈夫？かしこまってね、ちょっとね。いや、そりゃそうやろ。うん、やっぱ神だからね。何なの、何 あのコーヒー飲んでんのかな。コーヒー、うん、今のは今のもあれバレてない、知らんけどね。まああいつもああいうふうに来てますよ、ね、あそこね、もっと動いて、ワイドにワイドに動いてねって、もっと大きく大きくね、いいね、ワイドにワイドにね、うん、分かってるからな、ワイドにワイドにいいっすね、こういうのもあると。そう、いろいろね、練習もマラドーナ監督をこうよ、なんかしてますね、わしゃこら会議を、はいはいはい、こんな感じどうしようかなみたいな、うん、みんなで相談しようよみたいな、ね、なんかちょっとこの、はい、今シーズン達成すべき目標について話したいと、うん、マラドーナよ、お前まず目見て話せよって言いたい、ね、うん、まあ、うん、あ来てる来てる、目見てるね、うん、何うん、君の考えどうなのみたいなね、ヨーロッパチャンピオンシップの優勝を目標にするのは妥当だと考えて、君どうみたいな、うーん、同意見とか、でもリーグと2冠をとか、リーグ優先、2冠に決まっとるやろ、決まっとるやろと、はい、そんなもう、はいはいはい、なんて言ってんの、なんて言ってんの、CL の優勝同時に、まあ、リーグ優勝も成し遂げたいと思ってる。そりゃそうだ、当たり前じゃん、このクラブであれば2冠決して不可能な目標ではないよと。すいませんって感じだよね、うん、低い目標にすんなと、はい、分かったと、私も本音ではそれがいいと思っていたと、2冠への道のりは簡単ではないけど頑張れ、葉っぱかけてくんなよと監督に。いやこれオーナーでしょ、1ディレクターみたいなやつが。オーナーじゃないだろ、知らんけど葉っぱかけてくんなよと。これサポ、あ、サポーターじゃねえ、あのあれですね、弟子、弟子たちね、コーチ弟子ね、弟子一号なんだ、あ、就任したね、就任会見来たよ。さあ、はい、ちょっとね、あのスーツ着てる、歩幅が短いっすね、やっぱドリブラーな感じするな。そう、細かいステップ踏めるんだ。さあ、バルセロナ、就任おめでとうございます。これまで多くのクラブで結果を出してこられましたが、今回の就任は監督としてのキャリアで最高の瞬間でしょうか。一番上、これはスタート地点、まずは私を信頼し素晴らしい機会を与えてくれたクラブに感謝して、キャリアで最高の瞬間、ここはスタート地点に過ぎない、多くのタイトルを勝ち取り1年後の会見で今がキャリア最高の瞬間と言いたい、今シーズンはどのようなサッカーのスタイルを目指す、スペクタクル、スペクタクル、当たり前だよなこんなの、結果が重視されるのは仕方ないこと、サッカーはスペクタルであり、スペクタクル、ね、スペクタクル、噛むね、喜びだと考えて、スタジアムに来たファンに感動を与えるサッカーを目指して、美しくことは現代でも可能なんだ、10点取るぞ、いやまあやっぱり抜きたいよね、バカみたいに点取るから、バカみたいに点取る、やっぱドリブルね頑張りたいね、うん、マラドーナのチームだからね、はい、これで就任会見終わります、帰るわだるいから帰るわはい、ということでこれから始まる長い旅のスタート地点にあなたは立っています、監督オフィスメールまたは参加でスタッフから届いてるメール確認してね、そこちょっとなんか変わってますね、プラットフォームみたいな、めちゃめちゃなんかかっこいい感じ、オフィシャルパートナー楽天ミキタニーとナイキーと
ベコ、メールがね、まあ、いろいろ来てるということで、まあ、トレーニングメニューについて、なるほど、あのアシスタントコーチから来たりとか、遅いよ、話スカウティング活動についてスカウトから来てたりとか、うん、あとは予算の、ね、管理についてとか経営責任者から来てたりとか、そういうのあっちからやれよ、監督選手のキャリア、エージェントとか、うん、まあ、いろいろね、あのメール、いろいろやんやんよりボールされたい、E メールかな、マラドーナボールされたい、はい、そういう感じ、そうですね、ということで日程進行していきましょう。バレンシアとだ、スーパーカー、時間帯書いてあるね、そう、この下に次の試合みたいな感じで時間帯書いてあるってことは、これ昼とか夜とかさ選べないのかな、ちょっと見てみる、選べないよこれ多分、やばいぞ、マッピルマン、これ夜でしょ、これは、ま、これは夜でしょ、ああ、でも選べる、選べる、選べる、選べんだ、うん、でもつまんないからそれ通りにしよう、まっすぐな、うん、はい、ということでね、ゲームプランですね、つかまだコーチにおるやんけ、そう、だからグリーズマンは、これなんでなんだろうね、なんでなのよ、知ってる 人教えてくださいマスターリーグ、我こそは知ってるよという人、そうだね、カウントダウン、あの、マラドーナ監督の指示でハードプレス入れて、入れんの、うん、ハードプレス入れて、誰に、うん、ロドリゴ、ロドリゴ、うん、入れちゃうの、ギャッって言って、ロドリゴのギャッ、あ、来たね、スペインスーパーカップ、スーパーカー、めちゃくちゃリアル、ちょ、リーグには関係ないから、ーー小手調べでやるだけだから、だからね、スーパーサー結構強いんよ、いや強いと思うね、マジで多分人間2020むずいよ、まだ始めたばっかりだから、まあ仕様に慣れてなくて、いかにスーパースタートはね、なかなか未知の領域よ、さあやれるか、さあ行きましょう、コーチピケでけ、めっちゃでかいじゃんピケ、おい、さあ腕プラプラして、腕プラプラして、オッケー、肩の力抜いてるね、柔らかくするからね、さあうちは監督のとこもちろんディエゴ・マラドーナ、いや強い、もう神でしょ、さあここで見せてくれ、ラングル、そんな言い方なの、うんマラドーナね、ハードマークね、ハードマーク、ロドリゴ、結構ね、ロドリゴに強く、そうね、やるよねこいつ、キックオフとなります、さあここクロスポゼッショニングか、あとウィングバックか、要は中にこう入ってくるみたいな、なるほどね、そうだよね、あのクロスの位置で言うと、だからね、さあここは逆サイ使ってくる、おお広く使う、バルサとマラドーナイメージして、どう、どんな感じ、バルサとマラドーナ意識した、どんな感じになっちゃうかな、まあよくわからん、メッシしか思いつかない、うん、あ、バルセロナとマラドーナ合体したらメッシしか思いつかない、俺ここ、あー、いいよ、いいところ入ったよ、さあここ、いや、いいところ入ったよ、ここ、ここはこねる、ここ、こねて、はい、もう一個パン作り、オッケー、膨らませ膨らませ、いや惜しい、サイド、やっと、ここ読まれてる、ガンデ強く行き過ぎだ、縦ボール強く、よし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 、ここも細かい、細かいところ、おなな、おぶねおおすごい頑張った、いやさあここ、あ、これチャンス、いやいや無理か、スアレスも待ってたよ、スアレスが呼んでたよ、スアレスはね、今なんで打ったかというと、うん、あのこぼれ球、あーちょっと左手よ狙ってたね、左打てないと、いやー今のねー、こいつらすごいワイドに使ってくるじゃん、試合をウィングバック入れてるぐらいだからね、オッケーオッケー、あーずれちゃった、なんなんこれ、オッケーオッケーオッケー、こういう、なんだよこれ、引き分けでいいと思うんだ、これ PK やる、PK やつもね、こいつら、うおーすごいね、この戦い、普通に、え、なんでお前、おおすごい、あ、これチャンスだな、すごいいいよ、あれあれあれ、ゴーゴーゴー、お前ちょっとね、ハムストがちょっと痛めたらしいよ、心配です、あ、うわー、それ無理か、ちょっとね、あのスアレスの動き、これよく見ないとダメだよ、言ってくんね、ここから何が、ここ、いや、一瞬過ぎて無理、いや言ってよ、あいつプクプクプクしてんの、スアレスの動き言って、ちょっと高速モグラ叩きみたいな感じになっちゃうからすごい難易度、ちょっと言って、俺に、俺と、じゃあ、頭叩く、やめろやめろ、頭叩いてる、ここ、ちょちょ、俺に言って、ここここ、言っていいよ、一応俺に言って、えスアレス今だって、スアレス、ここここここ、これよ、あーこ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 れ、あこれやん、ね、なんでコーチに決めてんの、あかんでしょ、あーグ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 ーでもいいね、監督映るの、もういいよ、まず1点目でしょ、ここ縦パスね、見て見て見て、これ入るから、よく決めた、よいしょ、よく決めた、こっちが強いやっぱグリーズマンでもいいけども、グリーズマンどこ行った、あ、移籍と来るんじゃないの、移籍させるもん、いや、あれでリアルみたいな感じ、いやもうないでしょ、そこまで、その粋な計らいしてんのかい、してるかも知らんけども、
いや、いいよ、この流れで行こうよ。こいつらほら攻めてくるから。うわ来たよスパサブ。大丈夫、どんなもんじゃいって感じ。なんなのこいつら、一本も打ってこないでさ。任せにして。まあでも PK でいいと思ってたんだろうな。そういうの飽きまへんぞ。マラドーナガツガツいきます。こっからどうする、攻めのサッカーか。もう一回もう一回、うん、通せ。おーやべえこいつ、ハードバーク入れてるやつじゃないかこいつ。距離感いいな相手ね、うん、うざいね絶妙だ。おちょっとこいつらクロスやん、クロサーやん。まあまあ危ないよ、そういう戦術あるの。高さがね、高さ、ここ危ねえ。なにオーケーオーケーオーケー、ビダルビダル、オーケー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 、ビダル、ここね、ここ当てちゃって、ああ当てちゃって、はい、中行っちゃって、苦しい苦しい苦しいと思って、ここ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 、あすごい、3枚だって、3枚があるって。さあここ平パスだって、何やってんだって。いやー何、じゃあ今ね2019、おーどうしたどうしたの感じ。一応これすんなよ、出てたな。3枚同数だったの、交代したいのかな。え、問題児デンベレ入れようかな。ああデンベレね、あやばっ、あここ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 、おお鋭い、おいおい、ちょっと待って勘弁して。おい出るよ、ちょっと待って、なんで今のグッとできんの、誰だよ、ガメイロだ。うわもうスパサブじゃん、これマラドーナ出てくるんだよ。うわガッテムでしょ今、うんだよ、うん、何事故ってんねん。うわーマジかよ、やっぱ強いなスーパースター。やるわ、この時期はね白熱するんですよスーパースターとの勝負が。デンベレ入れましょう、これを聞きたからね。こう真ん中のことでどっち打つか分かんない。そうだね、そういうマラドーナ作戦。監督のあのおすすめ褒めとかないの。何がこういう褒め。いやもうこれだよ、これなの、うん、まんまこれまんまこれ、デンベレ OMF、 これ最強。よっしゃ行こう、もうどっち打つか分かんないのか。両利きのやつ一番怖いんだから。デンベレちゃん、さあ OK よ、また1個上げてるね攻守は。そうそう、どうせだっても勝たないといけないから。さあここ縦通る、うわー来た、うわーうわーうわー、惜しい、なんでよー、うわーちょぶつかった、うおーすごいね。さあここよいしょ、サイド広がれ、うわすごい、え、うわー左だったから、おお、うんうんうん、グーグーグー、結構めっちゃおもろいね、うん、こんな出てくんの。そうだよお前、今のマスターリー惜しいみたいな、めっちゃええやん、うん、あんなめっちゃええやん、あんないっぱいアニメーションあれよ。だってエディット作れねえんだからさ、それの容量全部こっち持ってこいよ。まあそうやって来てるわ、はい、すごい来てるわこいつら、うん、裏にね通したいけど、はい来た、いや来た、いやー来た、来たよ、撃て、うわー撃たねえ、おい監督超えちゃった、監督のイマジネーションええー、撃つと思ったら神全然来い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 って。でも両利きだからわけわかんないやるの、はい、ポールにゴーオッケー、その時のマラドーナは、うん、ちょっと映してコーヒー、誰かにさ、メディカルスタッフかなんかぶっかけてるコーヒーを興奮しすぎて、うん、いや今ね、サーレスのトラスルがないか、うまく決まったね、いいですよ、これこれここ頑張って、サーレス、そしてここ流して、ここ打たない、いやー打たねえんだと思っちゃった、打たねえんだ、打たねえんだね、監督のさらに逆に、あーすごいね、その発想、腹立つな、ビダルー、ナイス、ビダルやっぱ最強だわ、さあ、いいよデンベレ、あー、スライしてきたよ、選手怪我するじゃないか、おー、うまい、うわー、惜しい、いやー、来た、勝ちました、ありがとう、神がやっぱとどめさしたな、とどめの神だ、やっぱキャプテンや、ね、うん、いやー、バレンシアだって結構ね、やるよね、いや、結構強かった、普通に、うん、ハードマークつけてよかった、カウントでつけてたらガーンって言ってたからよかった、7ってめっちゃ言ってる、相手1本ぐらいでしょ、あれだけだもんやられたいい加減してよ、あの事故みたいなので、セカンドルがあるわ、え、何、まあ、といった感じでですね、まあ、今回はですね、まあ、1回目ということで、うん、まあ、マスターリーグやってきたんですけど、ほんと面白い、もうそのやっぱり演出が増えてる、そうだね、もう何よりもなんか最初の演出であったり、試合中になんかこうね、グーみたいなのもあったりとかするんで、うん、これね、結構ね、俺もそうなんだけど、あの多分ウィーリアっていう人もそうだと思うんですけど、押しちゃうよね、先に、あ、なるほど、リプレイ見ずに、うん、リプレイちゃんと見ると、ああいう演出もあるんで、結構ここはね、本当にね、楽しいところだね。今回のマラドーナの目標としては、はいはい、バルセロナで、
なるほど。これが目的なんで、ね、2巻じゃないのか。CL2 巻とも言ってたけど、 CL2 巻って建前、建前、うん、やっぱ言っちゃう、あの周りの人に対して大きく言っちゃうから建前かよ、うん、だから本当の心の中、心の中で思ってるのはまずリーグ、まずリーグね、うん、っていうのを思ってるから、なるほどね、これで優勝できるよ、そうだね、しっかりやっていこう、やっていこうと思います。はい、この動画が良ければぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。どうしよう、さらぽー。